はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ、今日は12月26日に投稿してると思いますので、2021が最後の放送となります。まず、今年ね、1年間ダラダラジオ聞いていただいた方、1回でもね聞いてくださった方、皆様に感謝を言わせてください。本当にありがとうございます。っていうかあっという間ですね皆さん早くないですか、この感じ。私もあっという間に1年が過ぎ去ってしまって、まあ、こうやって年取っていくんだろうななんて思っておりますが、まあ、今回はね1年の最後なので、今年1年の振り返り、そして2022に持ち越したくない話がちょっとあるので、まあ、その辺を皆さんを巻き込みつつちょっと聞いてくだされっていうね感じで、このダラダラジオで置いていこうと思いますので、ぜひねお付き合いください。でもしよかったらですね、まあ皆さんの2021どうだったかコメント欄に書いていただけると、なんかみんなで振り返りましょうっていう回になんかなりそうなので、ぜひぜひよろしくお願いします。でまあさっきねスケジュール帳を見てきまして振り返ったんですけど、まあ一番はですね、よく働いたなって思います。うん、俺よく働いたっていう自画自賛から始まりましたけど、まあ自分褒めるの大事なんでね、ちょっと褒めさせてもらいましたが、でもまあありがたいことに年々ねいただける仕事も増えて、初めてやったこと、初めてねチャレンジしたことも今年多かったので、まあ、よく頑張ったんじゃないかなとは思います。でこう喜怒哀楽の面でいくとですね、まず今年1年は楽しかったです。はいすごいざっくりでごめんなさいね、でも楽しかったんですよ。楽しかったっていうのはきっとね、よくやったねって自分に結構言えるんです今年。まあ、いろんなことはありましたけど、よくやったねっていう風に言える1年だったので、多分それがあるからこそ楽しかったっていうことができてると思うんですけど、ただこの楽しかったに関しては、あの裏返し表裏一体の感情があって、今までで一番苦しかったです今年1年は。まあ、それはねちょっと2021年置いていきたかったので、皆さんちょっとね巻き込んでしまってるんですけど、ちょっとネガティブな話になっちゃってごめんなさい。ただちょっと今日だけかな、わかんないけど許していただけると嬉しいです。でね、そう苦しかったんですよ。なんか苦しさに関してはいろんな苦しさがあって、なんか忙しくてしんどくなった日もありましたけど、どっちかというとハイチっていう存在が、なんかね言葉が合ってるのかな、でも何のために存在してるんだろうなっていう、まあまあいつもこういうことを思ってるので、学生時代からずっとこういう風にね、まあ、自分の生きる意味は何なのかみたいなことでずっと生きちゃってるから、割とこうハイチっていうもの、まあ、このとある男が授業してみたっていうチャンネルを、まあ、ブランディングはちゃんと考えるので、まあ、そういったところをやっていく中でハイチっていう存在がこう動画を見に来てくださってるみんなに何を与えられてるのかなとか、何を与えていけるのかなとかっていうのをなんかすごい考えて、まあ、ずっと考えてはいるんだけども、より一層考えた1年だったんですよね。あの去年からやっぱり休校期間でたくさんの方に知っていただいて、まあ、いろんなね日々言葉をいただけるようになったんですけど、だからこそ何ができるんだろうって、だってまあちょっと大げさかもしれないですけど、この世の中のため、日本のために、まあ、日本とか日本に住んでる子どもたちのために何ができんのかなって、まあ、授業動画で子供たちをサポートしたいって思いはあって、それを授業動画撮ってきましたけど、でもそれ以外にできることが今ならあるんじゃないかなってずっと思ってるんですよ。でも見つかってなくて、明確にはだからいろんな動画を撮って、例えば月曜日にね毎週こう顔出して、例えばアドバイスだったりとか勉強法とかね、そんな話をしたりとかして、それ見てもうちょっと頑張ってみようと思いますって思ってほしいなと思って、そんなの撮ったりとか、だからメンタルサポートの面もでもさ動画でできんかなと思ってやったりとか、ボイシー使って1日ね1件だけだけどみんなの質問相談答えていくことによって、 YouTube ってさやっぱチャンネル登録者が増えていくと、まあ俺実質さアクティブユーザーそんなに多くないから、まああんま変わってないんだけど、でもやっぱり登録者が167万とかっていう数字があるとさ、こう一人に対して大勢を相手にしてるみたいな印象がつくじゃん。俺も逆だったらそう思うし、でももともとはやっぱり個別指導塾の先生だし、1対1というか個でこう話をしたいのよ。そういうのが好きだからずっと、だからなんかそれがボイシーっていう場所でね叶ったらいいな、そういう風に見えたらいいなって感じてほしいなとかって思って今もそれやってたりするんだけど、でもさ多分みんなからっていうか
自分のこのハイチの活動をね、この1年見てきてくれたみんな、特にダラダラジオを聞いてくださってるみんなは結構コアな方っていうか、結構自分のことをしっかり見てくださってる方だと思っていて、なので皆さんにとってはなんていうのかな、こういろんな見え方がしたと思うんですよ。まあ、迷ってるとか、なんかこううろちょろしちゃってるな配置とかね、思ったかもしれないし、まあ、いろんなことチャレンジして続かなかったチャレンジもあるからさ、ですけど、だから本当に配置っていうものを試行錯誤した1年だったんですよね。で、試行錯誤するときにやっぱトライアンドエラーなので、エラーが発生するから、いろんなことにへこんだりとか、なんか分かんなくなっちゃったりとか、そうだね。で、やっぱりそれなりにプレッシャーはかかってて で、今年はさ、テレビに結構出るようにしたんです。メディアの仕事を全部じゃないんだけど、結構断ってはいるけど、でもある程度受けるようにしてて、でそれは、まあ、去年さ、このと休校期間で俺だけじゃないけど YouTube の教育っていう部門が注目されるようになって、まあ、今でもまだまだだけど、でも明らかにあの頃より2年3年前よりは知られるようになったじゃないですか。だから絶対ブーストをかけなきゃって思って、でやっぱりテレビの力ってすごいし、で俺はとある男とか授業をしてみたっていうこのチャンネルが有名になってほしいんじゃないんですよね。いや、もちろんそれもなってほしいけど、でもやっぱりこの分野 YouTube で学べるって、その学びはそのなんだろう、雑学とか知識欲を満たしてくれるコンテンツだけじゃなくって、普通に勉強、学校で受ける授業の勉強とかもできるんだっていうのを、学生だけじゃなくて、 YouTube ってやっぱ学生が多いからさ、じゃだけじゃなくて、あの親御さん世代とか学校の先生世代の方とかにもちゃんと知ってほしいなって。そうなったらさ、もちろん俺も動きやすくはなるし、この分野で頑張ってる、ね、方いっぱいいるからさ、でこれから頑張ってくれる方、ね、デビューしていく方も絶対いると思ってて、そういう子たちが歩きやすくなってほしい、動きやすくなってほしいなってすごく思ってるのよ。もう俺36だからさ、ね、みんなよりその若い子たちよりは絶対先に引退するだろうし、ね、先に辞めていくから、だからその時に、まあ、後輩の子っていう言い方もあれだけど、ね、これから頑張って、これからこの分野を盛り上げていってくれるみんなが少しでも歩きやすくなってほしいなって。でそれで受けたの、メディアの仕事をね、そう受けてて、でもやっぱそれを受けたことによって、ネガティブな印象を与えてしまったこともあるだろうしさ、だからいろいろうまくいかないなってすごく思ってさなんか分かんなくなっちゃったね、いろいろ。だからたくさん悩んだし、すごい苦しかったし、でもきっと苦しみながら、悩みながら、焦りながら、そんなことを思いながらも前に進むことはやめなかったから、一生懸命働いて、一生懸命前に進んで、時には泣くこともいっぱいあったけど、でもそうやってやってきたから、多分振り返った時に楽しかったって言えてるんだと思うんだよね。だから自分としてはこの1年は、なんだろうな、目標とか達成できてないんだよ。あのこれはまた年始に言いますね。2021の目標達成できてないんで、全部は。だからなんかさ、俺やったぜってなかなか言えないとこはあるんですけど、でも自分の中ではよくやったんじゃね、ハイチっていうふうには言うことはできる1年でした皆さんはどうだったでしょうか。なんか多分でもこの迷ったりっていうのは来年も続いていくと思ってて、おそらくもっと濃くなるかもしれないんですよね。だから自分が分かんなくなっちゃうこととか迷っちゃうこととかもある気もするんですけど、でもやっぱり改めてさ、こう支えてくださる方がいるから、応援してくださる方がねいてくれてるので、やっぱそこにね、みんなからもらうコメントとか、ね、リプとかそういったメールとか、そういったものに本当に支えられながら、多分変わんないんだよね。そう、来年メモリアルイヤーなんですよ。私10年目なんで、そう、10周年を迎えるメモリアルイヤーなんで、結構ちょっと大きなもの今から動いてるんですけど、それも成功させて、優秀の、やめないけど、優秀の美って言ったらあれだけど、でもなんかいいね、メモリアルイヤーにしたいなと思っております。はい。なんかまとまんなかったけど、そんな感じの2021年でした。本当に1年ね、ありがとうございました。そして来年もぜひよろしくお願いします。はい、という感じで、今年最後のダラダラジオは以上でございます。来年は明けましておめでとうございますから始まりますかね。で、今、朝の8時に、
ね、自習室生放送を今やっております。できる限り毎日やろうと思っておりますので、ぜひ、学生の方だけじゃなくて社会人の方とか、保護者の方は小学生もね参加できる時間となっております。うちの息子も同じ部屋ではやってないんですけど、自分がやってる時にリビングで勉強してくれてるので、ぜひぜひ皆さん一緒に朝8時から8時50分50分間、まあ、フルじゃなくていいんですけど参加していただけると嬉しいです。あとは受験対策動画とかショート短い動画の受験対策とかも毎日投稿やるって言って今頑張ってやっておりますので、ぜひぜひまあ、来年ね入っていきますけども、いい冬休みにしていきます。私はだから皆さんもいい冬休みにしていってください。で終わった時にちょっとね大変なことにもあったけど頑張ったんじゃないって1年振り返ってる俺みたいに言ってほしいなって、言える方が一人でも増えたらいいなって思ってますので、ぜひぜひあと10日ちょっとかな、まあ2週間ぐらいか、頑張っていきましょう。はい、ということでここまでねお付き合いいただきありがとうございました。それではまた新年来週ねお会いできたらと思います。ここまでのお相手は私ハイチでした。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。